皆さんこんにちは、おちょさんです。はい、今日なんですけれども、私おちょさん人生初の溶接に挑戦したいと思います。はい、というのもですね、ちょっと皆さんこちらをご覧ください。よいしょ。あの、何人かの方からコメントも確かいただいてたと思うんですけれども、こちら今シリンダーヘッドを持っているんですけれども、このシリンダーヘッドの液マニの部分にですね、ちょっとクラック、亀裂が入っているのを発見してしまったんですね。あの、以前の動画で視聴者の方もですね、液マニにひび入ってるんじゃないかということを気づいていただいて、コメントいただいた方も確か何人かいらっしゃったかと思うんですけれども、もう本当にその通りで、この液マニのこの部分ですね、にひびが入ってしまっているんですね。で、ここからちょっとね、排気漏れとかの危険性があるので、今回は溶接をしてこのひびを塞いでいきたいと思います。ということで、こちらスズキットの溶接セットをちょっと知り合いから借りてきましたので、今回はこれを使ってやっていきたいと思います。このエプロンもね、もちろん借りてきました。あの、革のエプロンと、あと革の手袋もあります。はい、これをねちょっと借りてきたので、今回はこれを使って人生初の溶接に挑戦したいと思います。で、実はですね、このオープニングを撮る前にちょこっと練習しました。あの、いらないブレーキローターにこうジョ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 ってこう溶接してみて、本当にこう一発目の本番をこの液マニでやるのは非常に怖かったので、ちょっとね練習しようということで、先ほど1時間半ぐらいずっと練習してたんですけれども、その様子はオープニングの後にちょっと流しますので、私の、 あのビビり散らかしながらやってる様子もね、ぜひね楽しんで見ていただけたらなと思います。で、その後にね、しっかりこの液マニの溶接をあのやるシーンも流しますので、ぜひね楽しんで最後まで見ていただけたらなと思います。ということで、今日は液マニの溶接ということで頑張ってやっていきたいと思います。はい、じゃあまず現状なんですけれども、こんな感じになっております。はい、こんな感じでここら辺にね、すごくひびが入っちゃってるのがお分かりいただけるんじゃないかなと思うんですけれども、今回はこのひびを溶接で埋めていきたいと思います。変な形。やっぱこういう曲線的なやつをやるとぐじゃぐじゃになるな。めっちゃ下手くそになっちゃいました。なんかこう、こういうふにゃふにゃした線をやるのを練習したくてやってみたんですけど、ちょっと最後の方ひょろひょろっていう干からびたミミズみたいになっちゃいました。はい、こんな感じ。曲線はうまくできるけど、やっぱ曲線は難しいですね。うまくない？ちょっと割とうまいかもしれないけど、血めっちゃうまいかも。かけた、すごい。おが一番下手くそ。すごい、かけた。おちょフィット、じゃーん、できました。頑張って書いてみた。ちょっと巣がすごい大変でしたね。ここの下りが書いてみました。いかがでしょうか、出来栄え。
はい、じゃあ早速、溶接をしていくんですけれども、その前にですね、やり方をちょっとお聞きしたところ、この今入ってるこのひびの上から直接すぐに溶接をするのではなくて、このひび割れを少しこう溝を深くするというか、傷を広げるというか、なんて言うんだろうな、要はこのひび割れをもうちょっとこう深くして、その深くしたところにさらに溶接をしてあげた方がしっかりこう強く溶接されるみたいなので、ちょっとこのホームセンターでリューターを買ってきましたので、このリューターでここをね、こうビーッとこうなぞって傷を深くしていくっていう工程を最初にやっていきたいと思います。落としてます早速溶接やっていきたいと思います。ちょっとドキドキですけれども、練習したんで大丈夫だと思います。じゃあね、電源を入れて、よし、はい、じゃあこの溶接面と呼ばれるヘルメットみたいなやつ、これ装着します。OK です。じゃあ始めていきます。見えない、全然見えないぞ。これ大丈夫なのかな。溶接はできたけども、下げてない。見えない。
どうだろう、なんか変な風になっちゃってる気がするな。下手くそすぎる。なんかやっぱりさっきの練習はこう面に対してやってたからすごいやりやすかったですけど、今回は線もこういびつですし、曲面があったりこうデコってしてたりへこんでたりとかっていう感じで、こう溶接する面もすごく形が不安定というか、そんな形なので結構この最初のあたりとかぐちゃぐちゃになっちゃいましたね。下のスーッと落ちるところはまだ綺麗にできたかなと思うんですけど、まだ上に比べたら全然下手くそなんですけど、いやーちょっと自分の初めてやったっていうのはあるんですけど、ちょっと下手くそだなって思いますね。これはショック。まあでもできたから良かったんじゃないかなと思うんですけど、微妙な仕上がりになってしまいました。じゃあですね、駅前の溶接が終了いたしました。まあ、動画でもお見せしたんですけれども、こんな感じで溶接の方はね完了しました。やっぱりちょっとね初心者っていうこともありまして、いびつなあの形になってしまったんですけれども、電圧とかねいろいろ調整しながらやってなんとかうまくできたんじゃないかなと思います。まあ、これで排気漏れとかの危険性はなくなったのかなと思いますので、安心して組み付けできるかなっていうところになります。まあ、今回ちょっと初めての溶接で最初練習してる時はかなりドキドキしたんですけれども、実際やってみるとね、なかなかやっぱり結構コツのいる作業で、でこう光がこうねバチバチなってて、溶接面かぶってると強い光を発してる時は周りは暗くなっちゃうので、この先っちょのねこの先の部分が見えなくてですね、どういう風なルートでこう溶接していったらいいのかっていうのがなかなか道が見えなくて難しくてですね、気づいたら横っちょにそれちゃってたりとかしてたので、もうやっぱりねプロで溶接とかをねやってらっしゃる方って本当にすごいんだなっていうのを改めて自分でやってみて感じました。ということで今日は駅前の溶接ということで、私おちょさん人生初めての溶接にチャレンジでした。ありがとうございました。また、次回もアルトイジリありますので、ぜひ楽しみにお待ちいただければなと思います。この機会にチャンネル登録、高評価、コメントもぜひぜひよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。